はい、皆さんこんにちは。松尾の日本史チャンネルへようこそ。今日からスタートするのが一問一答だけで大学入試に受かっちゃおうシリーズ。はい、今日からやる一問一答だけで大学入試合格しちゃいましょうよという人のためのサポートのチャンネル動画をこれからね、短い動画ですけれどもアップしていきますので、こちらを使ってね、ぜひね勉強してください。日本史の勉強皆さんどうですか？苦手だっていう人いると思いますね。3年生になってから頑張ろうと思うんだけど、1年生2年生の間苦手だからね、苦手意識バリバリです。そこを3年生からやろうと思ってもね、全然わかんないしとか、つまんない時代あるしってね、そういうふうに思ってね、なかなか取り組めなかったりします。でも安心してください、今日からうまくいきます。新しい日本史のね、気持ちで、新たな気持ちで日本史勉強しようと思って教科書開くんだけれども、教科書もねつまんないなと、よく読めないなと。もちろん読める人もいるんだよ、でも読めないなっていう人もたくさんいると思います。気持ちわかりますね。じゃあここはもう一発日本史一問一答だと思って一問一答始めるんだけどね、覚えようと思って始めるんだけど、やっぱりこれもねつまんないなと言うかもしれません。でも安心してください、この動画で一問一答だけで結果を出していこうというふうに思います。ある程度の大学までね行けます、これは間違いありません、実証済みですのでね。で、使うのはこちら、はい、東進ハイスクールの日本史 B 一問一答です。こちら使います。ぜひ購入してこの動画を見て勉強してください。これね、なんでこちらを使うのかというと、実はこれ一番売れてるやつなんですね。日本で一番売れてるってことはどういうことかというと、受験日当日入試会場に行きましたね、想像してくださいね、1月もしくは2月にね試験会場に行きました。隣の人これ開いてます、これ勉強してます。で、多くの人がこれ使ってますということは、多くの人の頭の中にあるデータベースはどこから来てるのかというと、ここからです。この内容をここに移し替えてるんですけど、その割合が100割の人も 100% の人もいれば 90% の人もいれば 50% しか入ってない人もいるみたいな感じになります。だからこれ一生懸命覚えていけばいいです。で、ここに載ってない問題は他の人できません。だってデータベースがこれなんだから、そのぐらいに思って大丈夫です。だって日本史苦手だからね、あれもこれもってやるよりもこれを一生懸命やった方が絶対合格に近いですし、ある程度の大学まではこれでいけますので間違いありません。ぜひこちら購入して徹底的に勉強していきましょう。で、教科書はね読む必要ありませんよ、私の動画でね説明していきますので、いいですか。で、これね見出しごとにやっていこうと思うんですけど、早速入っていきます。一番最初のタイトルがね、日本文化のあけぼのです。前半のね古代ね嫌だなっていう人いると思います。でもね大丈夫ですよ、そんなに難しいことありません。最初にね、中心性や後進性って言葉が出てきます。何なんだこれはと思うかもしれませんけれども、あの季節とか時期の呼び方ってあるでしょ。例えば私の若い頃は陸上部に属していました。若い頃はっていう季節時期の呼び方です。幼い頃はこんな子でした。若い頃、幼い頃って言ったりします。地球の歴史の中でもこういう時期こういう時期って呼び名がないとダメなんだね。まさか若い頃幼い頃なんていうのは言えないから、それを何て言ってるのかっていうと、中心性って言ったりしてますね、後進性。だからまあ今の話に当てはめると、若い頃って言ったら後進性だね。で、幼い頃が中心性だね。で、その中心性650万年前に人類が誕生したって。で、その後160万年ぐらい前から1万年前までが後進性、これ若い頃だね。で、現在何かっていうと、現在間進性です。私も現在の私、若い頃の私、幼い頃の私、ね、顔が変わってたり写真が変わってたりするでしょ。それと同じように後進性があって、でその後間進性という現在があって、それよりも前に中心性というのがありますよと。中心性、後進性、間進性ですよと言ってます。で、この中の一つのテーマが若い頃、後進性の頃っていうのがね、別名氷河期と呼ばれます。すんごい寒い時期です。後進性イコール氷河期、現在は間進性です。1個前の若い頃ね、後進性の頃はすごい寒い氷河期でした。で、今季節冬なんです、この動画撮ってる時にね。だからベース寒いです。でもエアコンつけると暖かくなるでしょ。でもエアコン切ると寒くなります。基本的に寒い、ね、これが氷河期です。
で、すんごい寒い氷期があってちょっと暖かくなる。すんごい寒い氷期。で、この氷期と氷期の間のちょっと暖かいのを間氷期と言いますよと。これを160万年ぐらい繰り返しましたよと。長いですからね。そうなんだと思っておけばいいです。160万年なんてね、相当長いです。今2000年ですからね、西暦でね、2022年ですから。ね。そういうのがあったよと思っておけば OK です。で、それが、その更新生が1万年前に終わりました。まあ、わかりやすいね。1万年前に終わって、そこから縄文時代が始まって、今に至るです。ね、今が間新世。1個前が更新世。その前が中新世で人類誕生です。1万年前って言ったら、近くなった気がするけど、全然想像つかないよね。どんな時代がね。そこで、日本どんな状況だったんだろうなと、想像するのが、考古学って呼ばれる勉強です。で、1万年前以降の縄文時代はね、次のテーマですから、今からやっていくのは、縄文時代の1個前、更新世の氷河時代の日本はどんな感じだったのかなっていうのをちょっと見ていきたいと思います。氷河時代、まあ更新世の頃はね、日本すごい寒いんで、どうなってるかというと、大陸と陸続きです。ちなみに、地球からさ、海の水全部取ったらどうなるかわかる？全部陸になります。当たり前だね。海の水全部取ったら全部陸です。で、寒いとどうなるかっていうと、氷がね、南極と北極に集まります。北極と南極かに集まります。そうするとね、日本陸続きで大陸とつながってるんだね。歩いて来れるんです。で、調べてみると、昔のやつを調べる。昔調べたかったらどこ見ればいいかっていうと、地面を掘るんだよ。昔調べたいとき空見てもしょうがないからね。昔のことを知りたいと思ったら土掘るの。土掘ったら、あ、骨が見つかったっていうのがあるわけ。ね。そこで、ナウマン像や大津の字か、ステゴン像が南方からやってきてるねと。日本にも南からの大型動物やってきてるねと。そして、マンモスやヘラジカ、エゾジカなんかが北方からやってきてるねと。南っていうのは沖縄の方だね。そこからね、ナウマン像とかやってきましたねと。で、マンモスとかは北海道の方からやってきましたねと。これが骨、化石なんかでわかると。ちなみに、なんでナウマンゾウ、よく聞くんだけど、なんでこのナウマンゾウって大事なのかっていうと、あのさ、日本ってゾウいるの？いないでしょ。街中歩いてて、あ、ゾウだっていうのはないよね。でもインドなんかはあるんだね。日本ゾウいんのかなと思ったら昔いたんだね。つまり、1万年よりさらに昔、あ、ナウマンゾウっていうゾウがいたんだなと。なんでそうなのかっていうと、化石が発見されたからそうに違いないと。そこで有名なのが野尻湖、長野県の野尻湖ではナウマン像の化石と。じゃあナウマンって何かっていうと、明治時代に日本にやってきた学者さんだね。この人が研究を始めたからナウマン像っていう名前を、研究者の名前を取ってそういうふうに言ってるんだね。だから寒かったから陸続きで大型動物が南や北からやってきましたよっていうのを覚えておきましょうというのがここです。で、あとはね、人住んでたのかっていう話です。そこでね、出てくる人骨っていうのがあります。あのさ、人って幼い時からだんだん身長が変わっていくよね。体型変わっていくでしょ。幼い頃は身長が低くて、中学生になったら身長が伸びて、で、ある時期すごい痩せて、その後太りましたみたいな感じで体型が変わっていくでしょ。それと同じようなイメージしてください。何百万年も続いている話です。人の人骨、形ね、変わるでしょ。そりゃそうよ。平均身長だって昔よりも今の方が高かったりするから、最近の若い子すごい身長高いよね。これと同じような感じで、人の形、骨格が変わってきた。その骨格を昔はエンジン、あ、これエンジン型だねと。で、その後求人だね、みたいな感じに分けてるんです。その順番が、エンジン、原人、求人、新人、みたいな感じで分かれます。じゃあ、日本の化石はどこに当てはまるんだと。これは求人かな、新人かな、みたいなのをその化石の骨を見てね、調べたりして考えるんです。じゃあいつ頃いたんだね、みたいな感じで、夢があるね、みたいな、そういうのが多分考古学の話だね。で、ここに出てきた浜北人、湊川人、流行人、山下人ね、こういうの覚えておくといいです。で、ポイントは一番最初に覚えたなと思っておいてください。そしたらね、先導期時代のお話だということで答えていくことができます。一番最初に出てきたのがこれだなと。で、この縄文時代っていうのがね、1万年から始まるんだけど、その前の話を今してるんだけど、これをね、先土器文化と言います。
縄文時代から土器使うようになりますから、その前だから旋土器文化、別名ね旧石器文化とも言ったりするんだけど、でそこで使われたのが打製石器です。打製石器、磨製石器の違いは何かわかるかな。簡単だね。打製石器っていうのは石を砕いて形を整えたやつで、磨製石器ってのは磨いたんだね。磨くから当然質が良くなってる、手間がかかってるから。手間がかかってるものっていうのはね、質がいいんだやっぱりね。だから磨製石器っていうのは時代が後、その前が打製石器です。この頃からも打製石器が使われていました。本当に使ってたんですかと、証拠あるんですかと、あります。それがね、発見されましたよと。発見した人、相沢忠宏、群馬県の岩宿遺跡で、この群馬県というのは関東ローム層、火山灰がね積もってできた層から出てきましたよというのを覚えておきましょう。なるほどと、縄文時代の前から人いたんだね、打製石器使ってたんだね。じゃあ使ってた石器ってどんな石器があるのっていうのが最後に書いてあります。一つが握り土、簡単です。石を適当な大きさにして握って掴みます。ガンガンと動物を使うんだ、やっつけるんだね。グーだと怪我しちゃうからね、わかるよね。ガンガンだともう手が使い物にならなくなるから、石を握って石でガンガンっていう風にやります。でさらにはそれを切ったりするための石器人、内需型石器、そして戦闘機。戦闘機っていうのはね、木の先につけます。それはブスっていう風になります。で木がね尖ってるやつ、これ人に向けちゃいけません。竹とかね、木とかをピッて、ま、斜めに切るとそれ人に向けたら人が怪我しちゃいますから。でもその木にねちっちゃい石なんかを埋め込みます。何でもいいんじゃないよ、コロッとしたやつだとすぐ取れるから。ナイフみたいに切れるような石を埋め込みます。これを砕石器と言います。それで動物を捕まえたりするんだね。いい、こういう風にして打製石器っていうのが使われていましたという風に書いてあるのが日本文化のあけぼのです。はい、じゃあこれを使って一問一答、本日の内容しっかり覚えてみてください。これしっかり完璧に覚えていけば絶対できるようになりますので、またね頑張ってやっていきましょうね。ではまた、さよなら。